せーの、ヘイヘイフラミンゴ。私すごい思うことがあるんです。女優さんってさ、いつでも泣けるじゃん、うん、私たちもあるあるとかで演じるっていうことをやってるから、そろそろ泣けるんじゃないかな。泣く感情じゃないのに涙を流せる、それが真の女優だと思うんですよ、なので今回はこちらラブジンガというものなんですね、一般的には男女でやって楽しむという感じで指令が書いてあるんですね。なんか好きな人を発表するとか書いてあるんですけれども、それをこの女どもがやっていって涙を流す。意味わかんねえだろ。じゃけしょうか。最初はグーじゃけんぽい、あいこでしょ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 、あいこだった、ずっとあいこだった。見てなかったもん。見てなかった。私からですか。そうですね、はい、じゃあ始めていきたいと思います。レッツラブジェンガ。じゃん。なんて書いてある。右隣の人に私物を一つあげる。あ、やったわ。どうしたの。あげたくなくて、これあげるよ、臭いから。いいの。ありがとう。じゃあもらいました。つなげる。ありがとうね。大丈夫、続けて。じゃあ私行くね。はい、じゃあ、え、左隣の人のおでこの熱を測る。はい、じゃあ測らせていただきます。じゃあ泣きたいぐらい嫌なのよ。うん、あ、嫌なんだ。泣きたいぐらい嫌だけど、35度並ぶ。泣くでしょ。楽しい雰囲気に一人取り残されたみたいな気持ちになったりみたいな。スマホに入っている異性の写真を 3人見せる。あ、じゃあ1人目。あ、これはあの匠です。匠の写真は匠か。あれ、これちょっと待ってね。ごめんね、何年前。これ成人式だよね。それ成人式だよ。これかも。最新。最新2014年、本当。ちょっと見してごらん。本当にないの。ないでしょ。ごめんなさい、ですね、今全部ちょっと見させていただいたんですけど、ない。結構こういう時にさ、なんか、あ、この男誰とかってやって盛り上がるね、あのコマだと思うんですけど、なんかないどうして泣いてるの。なんか男の写真がなくて、私今まで何してたんだろうって。この携帯使っても2年ぐらい経つんだけど1枚もないの。な、泣けるでしょ、そんなの。本当にさ、マジで泣いてますからね。じゃあ次行こう。じゃあワンターン楽しいやつだろ。そうだね、ジェンガ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 、楽しいな楽しいな。はい、じゃあ私これです。一人選び、次の番まで膝枕してもらう。やったやったー。一人しかいないからさ。もう何も言わないの。ごめんね。いくよ。ごめんね。じゃあ一旦画面から消えてもらってね。はいはい、行きますよ。ごめんなさいね。どれにしようかなと。何の絵なんだろう。いきますよ。SNS のアカウント全員に教える。教えてますと。好きな異性のタイプを発表する。おお。こんなのすぐ言えるからね。はいはいはい。詳しく言ってください。詳しくね。体がしっかりしてて、中身はうちのテンションと一緒に楽しんでくれて、少年の心を持ってる人。おお。はいはい。でいつも言ってるよね。気持ち悪いね。おふざけんな。今度私何番ですね。はい。急にテンション落とす。やっていいよ。やるね。うん。異性の胸キュンポイントは大きな背中。それに向かって面白いことをする。やんなくていい。やんなくていいの。やんなくていい。今からやるよ。やんないで。うちさ、マジで。あんたといる時間が一番楽しいの。うんうんうん。無茶ぶりじゃん、そんなの。こいつが悪いじゃん。こいつ。じゃごめんね。辛かったよね。最初ね。あくび。
ぱり頑張って積み上げたのさ、なんでこれってやんの。うちは守りたかった、もうジェンガから。じゃあこれ今机の上にあるやつで取って、ガラポンね、ガラポンどんじゃら、あ、どんじゃら守りたかっただけなんだけどな。でこれでもう一回さ、じゃあリムやってよ。じゃあうちかってんじゃん。そうね、うちなの。じゃあタイミングなんでうちに引かすの。ごめん、早くしてよ。よかった、意味あるのそれ。気になる人を携帯カメラで撮る。これが私の答え。いくよ。またやる。アラブ。ラブ。そういうことじゃん。そういうこと。うちらの。でも私たち泣けたね。泣く役とかね、お待ちしてます。あ、お待ちしてます。はい、はい、いつデビューだろうね。なんかあの映画関係者の人とかが見てんだったら、うん、なんかうちらオファーして。全然いけますから、うん、全然いいですよ。はい、どうぞ、はい、っていう感じで、うん、っていう感じで、はい。まあ、そんな感じでなんか虫まあ、涙活っていうんですか、こういうの。涙活ですね、はい。あの彼女はあの女にしかできないもので、あ、しばくしばくしばくごめんなさい本当に。それでは